はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の除法の性質丸三をお送りします。で、このタイトルここで終了です。で、次回からタイトル変わるんですが、最後に3問ねやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね自分の方が全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、1番2番はわりかし似てますね。数字が違うだけなんだけど、まず1番が7の50乗を6で割った余りを求めようっていう問題で、これに関してはやり方はすげえ楽です。多分2行ぐらいで終わります。なんでまずもうやり方パッてやって解き方やっちゃいますんで、ちょっと見ててください。で、これはですね、まあ結局ね、7の50乗も計算なんかしたくないですけど、こいつを6で割った時と、で、まず指数の50をちょっと抜いてしまって7を6で割ってください。そうすると1じゃないですか。7を6で割っただけです。そうすると今計算した1ので、今50乗をつけてあげるの、ここに50乗、これを6で割った余り、これが今出したい余りと一致するんです。この部分を割って50乗をつけた。で、これはもう1を作ってしまえばこっちの勝ちなので、1を作れる問題が圧倒的に多いです。基本的にはなぜなら1は50乗しても1なんで、つまり1を6で割った余りだから1は6余り1だよね。なので1番の答え、7の50乗を6で割った余りは1なんです。ね、1行で割るっていう。で、これね、一応なんでこうなるかっていうのを、まあ、こうなるかっていうか、ちょっとチェックしていきます。で、これね、余りっていうのは規則性があるってよく言うんですけど、7あるじゃないですか。で、7の1乗から調べていこうか。これ、余りだけチェックしていきます。7の1乗なんで、7割る6だから余りは1だよね。で、7の2乗いきます。49です。49割る6っていうのは小、まあ、48を作ればいいから余りは1なんだよね。っていう感じで、もう一個やろうか。7の3乗。はい、暗算きつかった。63、死に出したら343か。343割る6をやると、6530で43だから、6412だから、余りは1なんだよね。こういった感じで、全部1になるんです。これ。だから、絶対1だよっていう解き方でも構わないんですけど、ひとまずこの指数のね、肩の50乗っていうのを除いてしまって割り算をすると、それの肩のね数字をもう一回つけたものを同じ6で割った余りが出したい答えと一致するんだっていうのは覚えておくと、もうテストの時にねサクッと終わりますんで、はい、こんな感じでやってみてください。で、次なんですが、次は3割る8ができないんだよね、あれみたいな。でもちょっと工夫すれば1番みたいに解くことができます。で、どう工夫するかっていうと、これはね、3の80乗。これは肩の指数の、まあ、ルールになりますけど、80乗っていうそれを 40×2 に分けます。で、指数っていうのは、今分けたんで、2乗の40乗ってこう分解することができる。こうやって分けることがね。で、3の2乗っていうのは9なので、これ9の40乗と同じになります。3の80乗は。そうすると、もらったっていうね。なんでかっていうと、9割る8をすると1になるんですよ。さっきみたいに。あと、余りがね、余りが1になると。だから、9割る8をして、余り1。それの、50じゃない。よいしょ。1の40乗。これを8で。割った余りと一致するので、結局これも1を8で割ってるから余り1になります。で、これをね、さっき言ったその規則があるっていうのをちょっとやってみるとね分かりやすいんですけど、3だよね。だから3の1乗からチェックすると、3の1乗割る8、これは小が出てこないので余りはそのまま3になります。で、3の2乗、9割る8なんで余りは1です。
3の3乗27割る8なんで余りは3になります。3の4乗です。81割る8なんで余りは1になります。こういった感じで3131って規則性にずっとなっていくの、この後。ってことはこれ肩の数字が奇数の時3で偶数の時1なんだよね。てれが分かるから、あ、肩の数字偶数じゃん、あ、じゃあ余り1だよねみたいな、という方にももちろん構わないんですが、ひとまずね、こういったこれがやってしまえば即ね倒せますんで、まあ、こんな感じでぜひねやってみてください。でラストがねちょっと違うタイプになるんですけど、 N を整数とします。で N をこいつをね7で割った時の余りは4なんです。じゃあ N の100乗を7で割った時の余りを求めようっていう問題で、これはですねある一つのね、まあ、技というか解き方を使うとすごい楽で、今結局 N の100乗割る7をした時の余りを求めたいんだよね。で N を7、今同じ7で割るっていう同じ共通になってるから、 N を7で割った時の余りが4って分かってたらここに4代入して OK です。余りを求めたいんであれば、だから代入してしまって4の100乗割る7、こうやって話をすり替えます。で、あとは同じように解いていく。で、ちょっとこれ難しいんですけど、工夫があって、あのね、普通に4の2乗、16と10とこう100を2乗と50乗に分けて、16の50乗で攻めてもいいんですけど、16割る7の余りが2なんで、1ちょっと持ってけないんですよ。でも地道にやってったらそれでも解けるんだけど、あの、一撃で倒したかったら、これね、ちょっとめんどくさいんですが、4の3乗の33乗。これかけると99だよね。で、それにもう一個4をかけます。これで100になるから。で、セットにして割る7する感じ。で、これの余りを求めるっていうイメージでいきます。99と1に分けて、しかもその99を3と33に分けるっていうね。まあ、こんな思いつかねえよって言われたらそこまでなんですけど。で、なんでこれするかっていうと、4の3乗って、64なのね。こうなる。今イメージとしてはね。で、64割る7。これ余り1なんですよ。屈指63だからね。だからそうすると、結局1の33乗かける4割る7。これの余りと一致すると。まあ、これをね、7で割った余りと一致するってイメージになるので、1を7で割ってまでね、1の33乗が1なんで、1を7で割っても1じゃないですか、余りは。で、その余りが1ってやつに4をかけるっていう風に計算をすることができるので、今回の余りは、これは4になります。でもさっきも言ったように、こうやって崩してね、100乗を2乗と50乗に分けてやってっても、地道にやればいけます、4まで。たどり着けるんですけど、まあ、簡単に倒すんだったら、こういう風に持っていくこともできます。まあ、7って割りかし出てくるんでね。まあ、もし4が出てきたら、あ、64作っちゃえば、作っちゃえば簡単に倒せるよなって頭の片隅に置いといてもらえるとちょっといいかなと思います。で、ちょっと補足なんですけど、2個前の乗法の性質1の動画、もし見ていただけたら嬉しいんですが、その問題で、A を7で割ると2余る。B を7で割ると5余る。その時に、3A プラス B とか A プラス B を7で割った時の余り求めようっていうのがあったのね、動画で。で、その時にはその動画で説明したやり方を覚えてほしかったので言わなかったんですけど、今みたいに割るもの共通の時って余りを代入できます。 N に4入れたでしょ。だからあの時も A と B のとこに2と5を入れて7で割ればすぐ終わるんです。実は2と5を入れて、例えばこれ入るかな、ちょっとここでやっていいですか。A を7で割ると余りが2ね。で、B を7で割ると余りが、あ、ごめん、ちょっと、5なんだよ。その時、3A プラス B、これを7で割った余りはいくつって、ちゃんと代入して計算みたいにやったんですけど、置き換えて。例えばこれ入れると、2、3が6プラス5じゃないですか。で、11でしょ。代入すると。で、11を7で割ると、余り4ですよね。だから4で OK みたいな。そう、ものすごい簡単なの、本当はそれでやった方が。でも、あの時の動画で説明したみたいに、ちゃんと置いて解くっていうやり方を覚えて欲しかったので、あそこでもしこれを紹介してしまうと、おそらくこっちでいいじゃんってなってしまうかなと思って言わなかったんですが、
ひとまずそういうやり方もできますので、もしね気になる方はあの2個前の動画になりますので、そちらもチェックしてみてください。では今回は高校数学数 A の除法の性質丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回ね1本だけ合同式を取っていきます。あの合同式やらない学校も多いらしいんですが、ひとまずやるところもあるという話なので1本だけやりますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。